半径500メートル内の住民も避難が完了しています。5名の在院者が現在もそこに受胎とともに取り残されており、俺特級とかまだいまいち分かってねえんだけど、呪霊と同等級の術師が任務に当たるんだ。お土産は期待するな。今回は緊急事態で異常事態です。絶対に戦わないこと。ただしはダメです。下がって下がってください。現時点でこれ以上のことは申し上げられません。シグロ、クイサキ、助けるぞ。当然帳を下ろします。闇より出て闇より黒く、その穢れを禊ぎ払い。夜になってく玉剣。呪いが近づいたらこいつが教えてくれる。行くぞ。こんな大きなものは初めて見た。え、ドアが。なんで私たち今ここから入ってきたわよね。こいつが出入り口の匂いを覚えてる。やっぱ頼りになるな伏黒は。進もう。あの人の子供だ。顔はそんなにやられてない。おっ、あと二人の生死を確認しなきゃならん。助ける気がない人間だとどういう意味だ。二度目の無免許運転でだ。じゃあなんで俺は助けたんだよ。少しは時と場所をわきまえたらどうなの。動けねえ。動け。の気配。何この数。ここまで近づかれたらもう逃げらんねえ。切り分けた魂はまだ18もある。呪霊より先にそこのガキを殺す。次に女。ただ呪力を飛ばしただけだ。釘崎連れてここから逃げろ。そしたら俺は宿儺に変わる。完全に舐めてんだよ俺たちのこと。玉剣、釘崎を探せ。もっといっぱい持ってくればよかった。とにかく時間をかけろ。俺がここで死んで、死んだとして考えるな。俺はこんなに弱かったのか。絶対呪ってやる。脱出するぞ釘崎。死に時を選べるくらいには強いと思ってたんだ。知りたくねえ。やだやだよ。全て出し切れ。拳に乗せろ。シグロの合図。つくづく忌々しい小僧だ。あちらを追ったところで直前に小僧に変わるのがオチか。おい、ガキどもを殺しに行くぞ。バカ。散歩は嫌か。ここで死ぬ。俺とお前がだぞ。本物の呪術というもの、領域展開、福間水志。そうそう、それからこれはもらっていくぞ。不愉快だ。変わるのならさっさと変われ。あとは虎杖が無事に戻れば。今は機嫌がいい。少し話そう。しかしまあそれも時間の問題だろう。何を。小僧を人質にする。人質。さてと、晴れて自由の身だ。もう怯えていいぞ。殺す。あの時と
立場が逆転したな。虎杖は戻ってくる。その結果自分が死んでもな。宣告もな、今の際で怯えに怯え。腕が治ってる。スクナは受肉してる。虎杖が戻る前に心臓を治させる。できるかじゃねえ。やるんだよ。せっかく外に出たんだ。もっ、うわっ、打ってみろ、オロチ。広く使おう。呪符を使うありきたりな術式ではない。宝の持ち腐れだな。じゃあなんで俺は助けたんだよ。誰かを呪う暇があったら大切な人のことを考えていたいの。少しでも多くの善人が平等を享受できるように、俺は不平等に。いいぞ、見せてみろ、伏黒恵。でもそれでいいんだ。俺はヒーローじゃない、呪術師なんだ。そっか、やっぱ伏黒は頭がいいからな。ああ悪い、そろそろだわ。長生きしろよ。わざわざ貴重な指一本使ってまで確かめる必要があったか。貴様は喋るでない。何を言ってるかわからん。いらっしゃいませ。一名様のご案内でよろしいですか。はい、一名です。まずは絶対に戦わないことと彼らに忠告したのですが、僕が無理を通して死刑に実質無期限の猶予を与えた。いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。僕はいつだって生徒思いのナイスガイさ。好きにバラしていいよね。しっかり役立てろよ。役立てるよ。あんた仲間が死ぬの初めて。そんな男が死んで泣きわめくほどちょろい女じゃないのよ。なんだ、私を名字で呼ぶんじゃねえ。マキ、マキ、今話し中だ。マジで死んでるんですよ。昨日一年坊が一人。これじゃ私が血も涙もねえ鬼みてえだろ。スジコ、今海外。あんたパンダをパンダで済ませる気か。許して、この通りだ。京都姉妹校交流会。その交流会って何するの。スマブラ。初日が団体戦、2日目が個人戦って毎年決まってる。鮭っていうかそんな暇あんの。年中忙しいって時もあるが、ぼちぼち落ち着いてくると思うぜ。同じく。まあこんくらい生意気な方がやりがいがあるわな。